見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。ツチノコ目撃情報、10月9日。そんな一報を打ったのは岐阜新聞ウェブ版だった。記事によれば、道県東部、下呂温泉にほど近い東白川村の日本唯一のツチノコ資料館ツチノコ館から詳細な目撃情報が岐阜新聞に寄せられ、記者が現場に急行。すると、蛇に似た謎の死骸を発見したという。この報道に全国のユーマ、未確認生物、愛好家たちは湧いた。岐阜は全国で最もツチノコの目撃情報が多いんです。特に東白川村にはツチノコを祀る、ツチノコ神社があり、コロナ禍以前は毎年ツチノコ捜索イベントが開かれていた。ついに発見かと多くの愛好家が震えました。ユーマに詳しいライター、記事ではツチノコの死骸という確たる証拠は登場せず、はっきりしたことはわからない、と締めくくられて、謎の死骸がどうなったのかは明記されていない。そこでユーマ好きの本指揮者が改めて、ツチノコ館を訪ね、館長に話を聞いた。岐阜新聞に情報提供したのは、9月末に退任した当館の前館長なんです。県西部の大野町の老夫婦がジョギング中に奇妙な生物の死骸を見たと当館を訪ねてくださりメモを残していかれた。それを見た前館長がこれはと新聞社に連絡したのです。老夫婦は連絡先も残さずに去っていった。メモは当館に保管してあります。そう言って館長が見せてくれたメモには目撃した未確認生物が司祭に書かれていた。写真参照。全長は45から50センチで、尻尾が15センチ、胴体が太い、非褐色、とメモされ、見たこと一度もない、とも記されている。記者は大野町の目撃現場に向かい、メモを頼りに町内の土手を捜索したが、それらしき生物の発見には至らず、発見した死骸はその後どうなったのか、岐阜新聞に聞くと、その場で手を合わせ、供養させていただきました、デジタル報道部、とのことだった。前出、ツチノコ館の館長が語る、目撃情報がこれだけ身近にある以上、どこにいてもおかしくない。これからも皆さんからの情報をお待ちしています。週刊ポスト2021年12月3日号。